年輪ピックと、次期2021ソフトバレーボール、交流大会全国健康福祉祭は、60歳以上を中心とするスポーツと文化の祭典である。愛称は年輪ピック。厚生労働省、開催都道府県及び政令指定都市、長寿社会開発センター、スポーツ庁の共催で開催されている。百八十八年に、厚生省五十周年記念事業の一環として、 兵庫県と神戸市が地元主催者となり、第1回兵庫大会が開催された。以来、毎年各都道府県持ち回りで開催されている。しかし2020年は、新型コロナウイルス感染症感染拡大で、厚労省と岐阜県は1年に延期すると発表した。後年開催地も一年スライドとなる、予定1 9 9一年岩手大会以降、大会テーマソングは、 白鳥恵美子の明日へと続く道。総合開会式は国民体育大会開会式会場で行うのが慣例であるが第7回香川大会、第12回福井大会、第13回大阪大会、第18回福岡大会、第22回北海道、札幌大会、第34回神奈川、横浜、川崎、相模原大会といった屋内施設や野球場で 開会式を行ったこともある。秋子女王を迎え、ウェルカムアトラクション、選手団入場更新、許可転嫁秋子女王のお言葉、宣言、メインアトラクションが行われる。以前は日立の宮夫妻がご臨場されていた。スポーツ、文化の触れ合いを図るため、交流大会として行われる。スポーツ交流大会触れ合いスポーツ、 交流大会文化交流大会次回開催地への大会期引き継ぎアトラクションが行われ4日間の大会に幕を閉じる。ありがとうございます。